こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですプーチン大統領のものとされる巨大な超豪華ヨットの総数は合計10隻になったとクレムリンに関係する人々のさまざまな権力腐敗と犯罪を追跡しているロシアの独立系汚職対策プロジェクト関連文書センターが11月20日に発表しました。今日はこのことについてお話し,します。 ロシアの反政府団体関連文書センターの新たな報告書によればウラジーミル・プーチン大統領の所有とされるものの中で最も新しいスーパーヨットとして特定された船の一つビクトリア号は長さ71メートル建造費は推定5,000万ドル日本円で建造費75億円ほどの超豪華船です。 もう一つのスーパーヨットは長さ38メートルのオリオン号1500万ドル日本円で建造費が22億円ほどですプーチンの愛人アリーナカバエワは頻繁に建造費75億円のヴィクトリア号に出入りしていたことが明らかになっているといいます 国際スーパーヨット協会と米国スーパーヨット協会のメンバーであるメディアのメガヨットニュースによれば、プーチン大統領の元政敵で、プーチン大統領と並んで世界有数の大金持ちであったミハイル・ホドルコフスキーがロシアから逃亡後に運営しているクレムリンに関係する様々な人々の犯罪行為を追跡している関連文書センターが、 プーチンのヨットも追跡していますプーチン大統領の所有だと新たに特定されたヴィクトリア号とオリオン号の2隻のスーパーヨットを追加するとプーチン大統領が所有しているスーパーヨットは合計で10隻になったといいます。世界中に大金持ちは数多くあれど おそらくこれほど多くのスーパーヨットを一人で所有している富豪はプーチン以外にはいないのではないかとも思われます。ちなみにスーパーヨット、つまり超ヨットとは全長80フィート以上のプレジャーボート、すなわち24メートル以上のレジャー用の船を指します。セイル、砲を持つか否か。 すなわち反戦であるか否かはこの定義には関係ありません。ギリシャのメディアニューズブレイクによれば、ビクトリア号はウクライナ侵攻前にドイツからロシアに運ばれたもう一つ別のプーチン大統領の船、グレイスフル号とともに、ロシアのセブマシュ造船所で船体が建造されました。ギリシャのニューズブレイクによれば、 ビクトリア号は10月21日にロシアのソチ港を出港し2日後にトルコ海軍の船舶を整備するイスタンブール近くのトゥズラー造船所に入港したと報じていますビクトリア号の建造は2005年に始まり2013年に船体が完成しその後内装を作るためにトルコの造船所 AES ヨットに移送され 2019年に完成しましまヴィクトリア号はウラジーミル・プーチン大統領の個人的な親しい友人でプーチンの部下とも言われるオリガルヒのゲンナジー・ティムチェンコの系列企業に登録されています。しかしヴィクトリア号の建造が遅れたためティムチェンコ氏はプーチン大統領の怒りを恐れてさらに大型のヨット 全長140メートルのシェヘラザード号の建造を依頼したのだと言いますちなみに全長140メートルのシェヘラザード号は日本の八丈島航路を運航する東海汽船の立花丸118メートルよりもはるかに大きな全長ですロシア大統領の名前は ロシアの他のエリート層オリガルヒのメンバーと同様にヨットや高級住宅やその他の贅沢品の所有権を偽装しているため登録書類に名前が記載されないことが多いといいます。これらのスーパーヨットは民間のプレジャーボートを一切建造していないはずのロシア軍専用の軍事造船所で建造されているということです。 ニューヨークのメディアビジネスインサイダーによれば、プーチン大統領の年収は表向きには約14万ドル、日本円で2000万円の年収ということになっており、住居はモスクワの小さなアパートにプーチンが住んでいるということに表向きにはなっていますが、実際にはプーチン宮殿と呼ばれる 広大な豪邸をいくつも持ち、超豪華なヨットの艦隊を持っているのは確実だと言います。表向きに年収2000万円とされているプーチンの資産は、実際には数百億ドル、日本円で何兆円にもなるとビジネスインサイダーは報じています。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた